太宰府天満宮門前にて、梅替え餅は、主に、福岡県太宰府市で販売されている餅菓子の一種で、ある。あずきあんを薄い餅の生地でくるみ、梅の刻印が入った鉄板で焼く焼き餅である。出来上がると中心に軽く梅の刻印が入るようになっている。その名称は、太宰府天満宮の祭神である、菅原道真の逸話に由来しており、梅の味や香りがするわけではない。 製造方法による分類としては、あんこ入りの焼き餅で、焼き菓子である、蒸し物であるまんじゅうとは異なる。太宰布天満宮近隣では、菅原道真の誕生日である845年6月25日と、明日である903年3月25日にちなみ、毎月25日を天神様の日とし、月に一度よもぎ入りで緑かかった色の梅替え餅が販売される。また、 2015年11月17日からは古代米入りで紫がかった色の梅替え餅が販売されている。当初は九州国立博物館開館10周年を記念して試験的に販売を行い、その後公表により定例販売が行われるようになった。西鉄太宰府線太宰府駅から太宰府天満宮の門前の茶店や土産物店。 梅ヶえ餅専門店などで販売されているほか、県内で行われる縁日や、観光名所、駅や空港などでの出店などでも販売されている。太財布に店舗を構えている店すべてが、梅ヶえ餅共同組合に加入し、登録商標取得、価格統一を行っている。同一の製造方法で、太財布天馬休門前以外の福岡県内の著名な神社である。 箱崎宮や宮地岳神社や宗方大社などの門前で売られている松が枝餅や東海海ビス神社で正月大祭に販売される恵ビス餅がある。これらは同一の製法であるが、よもぎ餅が常に一緒に販売されるなどの違いがある。梅替え餅との関係はない。手焼きといわれる4個分の焼き型がついた鉄板で4個ずつ焼く方法が主流だが、 自動で焼く機械も登場しており、天馬宮参道の土産屋などで見かけることができる。だごと言われる、焼く前の種を自動で作る機械も存在する。焼きたてをそのまま食べる場合は、紙やビニールを添えた状態で提供されるので、手に持ったままパリッとした香ばしい食感を楽しむことができる。食堂や喫茶店を併設している店舗では、店のメニューに抹茶や梅茶と、 セットにしたものが提供されている。その場で食べずに持ち帰る場合は、水分が飛ぶのを防ぐため薄いビニールシートで包んだ後、包装する。このため、持ち帰って食べる場合は、どうしても柔らかい食感になってしまう。家庭で焼きたての食感に近づけたい場合は、ビニールシートをつけたまま電子レンジで20秒程度加熱し、その後、ビニールシートを外して、 オーブントースターで1から2分焼くとパリッとした食感を味わえる。柔らかい食感がお好みの場合はビニールシートをつけたまま電子レンジで1分程度加熱すると良い。なお梅が絵餅2つでさらに餡を挟んで食べる裏メニューがある12月22日の NHK ヒルブラーで紹介された。菅原道真が太財府へゴの措置として祖先され、焦然としていた時に 安楽寺の門前で老婆が餅を売っていた。その老婆が元気を出して欲しいと道真に餅を供し、その餅が道真の好物になった。後に道真の死後、老婆が餅に梅の枝を添えて墓前に備えたのが始まりとされている。別の説では、菅原道真が左遷直後軟禁状態で、食事もままならなかったおり、老婆が道真が軟禁されていた部屋の格子越しに餅を、 差し入れする際、手では届かないため梅の枝の先に刺して差し入れたというのが由来とされており、絵巻にも残っている。本家に相当する店は現在のところ不明である。一時期、どの店も元祖と表示していた時期があったが、紛らわしいため名物と表示されるようになった。ありがとうございます。